河津助康の墓、河津助康は、平安時代末期の武将であり、伊豆国の豪族、工藤氏の流れを組む伊藤助地下の子であり、蘇我兄弟のあだうちで知られる、蘇我助成、時宗の父、誘通りとも、父の伊藤助地下から河津僧を相続したため、河津助康を名乗った。同時期、工藤一族内では、伊豆国伊藤僧をめぐる所要争いが起きていた。 親族の工藤助爪が相続した伊藤僧だったが、これに不満を抱いた伊藤助地下は、助爪の上洛中に伊藤僧を奪った上、助爪に嫁がせていた娘の万光午前とも離縁させてしまった。助爪は深く恨み、老党に伊藤助地下の暗殺を命じた。暗元2年10月、伊豆の奥野の狩場にいた助地下、助安親子を資角が襲撃し、矢を追いかけた。 スケチカは無事だったものの、近くにいたスケスは矢にあたり落命した。去年三十スケ安スの妻は五歳の十郎、三歳の五郎二人を連れて、蘇我スケノブと再婚した。研究四年五月二十八日、二人の兄弟は、富士の巻狩りで、父の仇である、工藤スケツを討った後、討ち死にした。この仇討ちは、蘇我物語として広く、世に知られることになる。 スケスの撃たれた5日後に生まれたバッシは、スケスの弟、スケキの妻に引き取られ、妻が再婚した、平賀義信の養子となり、出家して、立志と合していた。蘇我兄弟のあだちの後、兄に連座して、鎌倉へ呼び出され、7月2日に、天縄で自害している。また8月2日には、蘇我兄弟と同福の兄弟である、原小次郎が、 蘇我兄弟のあだうちに連動して失脚した、源ののりよりの演座として処刑されている。ありがとうございます。